ルパート・ショルツルパート・ショルツは、ドイツの政治家、国法学者。所属政党は、ドイツキリスト教民主同盟。1988年から1989年まで、第三次、ヘルムト・コール政権で、国防省を務めた。ベルリンに生まれる。1957年にアビトゥーアに合格し、ベルリン自由大学とミュンヘン大学で法学と、経済学を学ぶ。 1961年に第1次、1967年に第2次司法試験に合格。1966年に法学博士号を取得。1971年に教授資格を取得。1972年、ベルリン自由大学に広報の教授として着任。1978年にミュンヘン大学に転じ、国法及び行政法。 財政法教授として着任。夫人は法学博士号を持ち、長年連邦憲法裁判所及び連邦行政裁判所判事を務めた。1981年から1983年まで西ベルリン市のリヒャルト・フォンバイツ・ゼッカー市長及びエーベルハルト・ディープグエン市長の下で法務担当参事を務める。 1982年からは、連邦案件担当参事を兼任。1983年に、シーデに入党。1985年、ベルリン市議会議員に当選し、1988年まで、その任につく。1988年5月、前任者マンフレート、ベルナーの転出により、コール内閣に国防省として招聘される。在任中。 ラムシュタイン航空小事故やレムシャイド墜落事故など軍用機の墜落事故が相次いだ。ショルツは低空飛行禁止令の発令を望むペーターアクルとビュルツバッハ政務次官と対立、事故が低空飛行と関係ないことや北大西洋条約機構群での西ドイツの役割分担などを挙げて反論した。また、兵役期間の18ヶ月への延長計画や、 ユーロファイター台風の空対空ミサイル開発費用をめぐっても激しい論争に巻き込まれた。1989年4月のコール内閣改造の際、ショルツは再任されず離職した。1990年、ドイツ連邦議会選挙に初当選。1994年から1998年まで、当連邦議会議員団長、代行。 1998年から2002年まで、連邦議会法務委員会委員長。1998年から2001年まで、ベルリン州党副代表を務めた。2002年の連邦議会選挙の際、党の公認を受けることができず、政界を離れた。その後大学に復帰したが、2005年夏楽器をもって、退官。ベルリンにある、国際法律事務所の相談役やヘルタ。 ベルリン監査役、財団の研究員などを務めている。ドイツ連邦共和国基本法の基礎的注釈書の著者でもある。ありがとうございます。